津軽市立図書館は青森県津軽市柏伊勢にある公共図書館である大型ショッピングセンターイオンモール津軽菓子屋の中に開館している2005年に5つの町村が合併して誕生した津軽市には図書館がなく市立図書館設置計画は財政的な問題から10年近くにわたって実行されなかった2014年に図書館流通センターが 費用を抑えて開館できるショッピングセンターでの開館を提案して開館に至った。ABCDEFG コントの出会い行政が人役図書館飲み物 OK 商業施設内朝日新聞長官宮城全県面アイソル管理台帳ファイル国立国会図書館2017年10月28日時点のオリジナルよりアーカイブ 2018年1月23日閲覧。AB、津軽市立図書館がイオンモール、津軽柏内に開館。津軽市、イオンモール株式会社、株式会社図書館流通センター。2018年1月5日閲覧。ただし、2020年7月は21日に休館日が設定された。 7月の休館日津軽市立図書館年末年始の開館時時間のお知らせ9月の休館日津軽市立図書館2021年8月28日リリース臨時休館のお知らせ津軽市立図書館2020年4月20日リリースサービス一部再開のお知らせ津軽市立図書館2020年5月16日リリースサービス再開のお知らせ津軽市立図書館 2020年6月11日リリース。利用サービス制限のお知らせ津軽市立図書館。2021年8月28日リリース。フロアガイド。イオンボール津軽菓子は。2018年1月23日閲覧。ありがとうございます。